なので、はい、多くの人がこれに賛同しているわけではないので、まあはい、ただ、まあ、この人がまた大統領に戻ってくるあのリスクがあるので、はい、無視はできません。普通だったら、はい、いやこれはこの人は変なこと言ってるだけだって終わりだと思いますけど、はいはいアメリカ的にはこれ今の水準はアメリカの実力なんだということですか。はい、あの実力だと思っていて、決してそんなに具合の悪い水準だと思ってないのが普通の人の感覚です。そうですか。はい、現在のですね、円相場1ドル155円56銭ぐらいをつけております。これがまあ今のリアルタイムの円相場であります。さて、このまあ円弱と呼ばせていただきましたが、このまあ数字なんですが、これは実はですね、先ほどからちょっと出ておりますが、日本のですね、国力低下の結果ではないかという見方があります。さて、この数字からもそれは言えるのかもしれません。篠原さん。はい、2023年の経常収支は21兆3810億円の黒字となっています。ただ貿易収支を見ると 6.5 兆円の赤字、そして海外の IT サービスへの支払いなどデジタル関連で 5.5 兆円の赤字となっています。これらの赤字は円安の要因となります。また株式配当債権利子などは 12.1 兆円の黒字、そして海外の内部留保は 10.6 兆円の黒字となっています。しかしこれらの黒字なんですが、海外で再投資されるものが多く、日本に還流しにくいため円高の要因にはなりにくいと言われています。本日お越しの早川さんはこのように指摘されています。貿易収支、サービス収支など経常収支すべての面で日本の国力の低下が現れていて、円安の原因になっているということです。はい、これ赤字の要因も他にもいくつもあるんですが、黒字もいくつもあるので、この一部をちょっと2つずつ挙げさせていただきました。これ早川さん、普通に考えるとですね、赤字だとまあ外に資本が流してしまう、お金なんか流してしまう、これ戻ってくるからいいじゃないか、黒字じゃないかと思いきや、これは還流されにくいので形は黒字だけれども、これ日本に戻ってこないから流してしまっていると、国庫が流してしまっていると考えていいわけですか。要するに基本的には、まあ日本企業がその海外の現地法人で儲かったもの、はい、どうするかって言ったら日本に送ってくるわけじゃなくて現地に貯めとくだけなので、結局、まあ、帳簿上は一応黒字なんだけど、うん、実際のお金の流れとしては別に黒字にならない。これは比較的日本人は前からよく分かってたんですが、うん、外国人は結構誤解していて、この金がいずれ日本に戻ってくるので円高になるって言ってたんですが、うんうん、まあだんだんそうじゃないねっていうふうに分かってきたと、うん、で最近一番大きな変化は、まあ、貿易収支の赤字っていうのはどっちかというと、はいはいはい、前は黒字大国だったのがだんだん赤字になってきましたねっていうのは、はいはい、比較的、ゆるゆる進んでいったんで、はいはい、驚かない。いや実はね、ここ1年ぐらいでみんなが一番驚いているのはこの、デジタル関連のサービス収支。これはどういうことなんですか。これ、はい、去年の頭の時点ではサービス収支どうなるかとみんなが思ってたかというと、要するにインバウンドが再開するんでサービス収支はうんと良くなるだろうとみんな思ってたら、はいはい、実はあんまり良くならない。インバウンドお金落としてくるからこれ黒になるだろうと思ってたら、実はこのデジタル関連の赤字の拡大が猛烈な勢いで進んでいる。これどういう理由でこれだけ。でこれ要するにですね、クラウドの使用量とか、あるいはいろんな意味での知的財産権の使用量みたいなので、ごく最近例えば AI なんかもそれの使用料、多分 TBS だっていっぱい払ってると思うんですけれども、まあそうでしょうね、日本の企業みんな払ってるでしょうね。そうです、それがね、びっくりするようなスピードで増えていて、逆に言うとデジタル化もみんな頑張ってるからだと。あ、それ後で言おうかと思ったんですが、ごめんなさい、そういうことなんですか。いいです、実はそういうことなんです。もう言っちゃうとね、はい、要するに結局ね、確かに日本企業少し前向きになってきたんですよ。で賃上げしてみたり、投資を増やしてみたり、はいはい、ただ問題は30年間サボった後なので足腰がついてこない。だから例えばで要するに、さあ DX やるぞって言ったら、そのためにはアメリカのそのプラットフォーマーからたくさんサービスを買わないとダメだ、あるいはここには出てませんけれども、実はもう一つあって、要するに GX 脱炭素をやろうとすると、はいはい、それ実は資本財をですね、中国から買わなきゃいけないんですよ、はいはい、例えばソーラーパネルにしたって、風力発電にしたって、あれほとんど中国なので、遅れたものを取り戻そうとすると赤字になっちゃうということです。そうです。だから、ね、気持ちが変わったのはいいんだけど、30年間サボった後だから足腰が弱くなっていて結局まずは一旦輸入になっちゃうっていう。なるほど。もう一つ早川さん、先ほど戻ってこない話がありましたが、はい、よく有事の円高と言われて、先ほどの最高値つけたのを東の大震災の後なわけです。つまりよく言われたのは、日本は債権国だと、世界債の外に債権がいっぱいあるから、日本が危機になるとそれを円に変えて戻ってくるはずだから円高になるだろうということ、実は戻ってこないということなんです。そうなんです。それが要するに、さっき申し上げたように、これほとんど外国人がそう思い込んでて、で典型的には今言われた東日本大震災の後の、円高なんですけれども、あの時さすがに日本政府もですね、ちょっと勘弁してほしいって、こんな時に円高にと、よその国にお願いしたら、じゃあ協調介入やりますよって言って、みんなで協調介入してくれたんですけれども、あれから十何年経ってようやく彼らの間でも、こういう日本の経常黒字たまってる大外純資産ったら所詮張り子の虎だっていうのがだんだん分かってきてだからその証拠に今年の1月に能登半島があった時に、今回は全然そういうことが円高が起こらなかったので、やっぱり彼らも認識したんだなっていう感じですね。はい、それではですね、ここまでの円弱になると、これ日本はどうなるのか、これは今ゴールデンウィークの前です。これ何が起きるのか、そして今後どうなるのかをちょっと見ていこうと思うんですが、ちょっとこの映像をご覧いただきます。皆さんもご存知の通り、日本にはですね、もうインバウンドで外国人の旅行客がですね、溢れております。いろんなところでもう全国つつ裏裏、いろんな外国からのお客さんが来られて、これはとても嬉しいことでもあるんですが、これ、まあ、見ているとですね、かつて日本が東南アジア安いからちょっと行ってみようかという、そういう時代をちょっと思い出してしまうんですが、これ逆に円弱になって困っている人たちもいるんですね。まずこれをご覧いただいて、何が起きるのか見ていきましょう。先週開催された留学フェア、留学希望の学生など来場者が1000人を超える盛況ぶりでしたが、円安について話を聞くと不安の声も。希望する留学先を変えざるを得ないというのです。
本当はちょっとアメリカに行きたいなと思ってるんですけど、やっぱりこう、まあ、安価とかの関係でこうお金に制限がある中で、カナダとかイギリス、オーストラリアとちょっと値段を抑えられるかな、自分の将来がこう狭まらない程度にこう相場っていうのが動いてくれたらなっていうふうに、こう自分たちが動きたいときに動けるような環境っていうのはやっぱり欲しいなっていうふうに思っております。アメリカへの留学費用はどうなっているのでしょうか。これはあくまでも目安ですが、円安の影響で4週間の短期はおよそ69万円ほどで5年前の 1.4 倍、およそ1年の長期はおよそ590万円から740万円と5年前の 1.3 倍になっているといいます。今年2月までロンドンで学んでいたという元留学生は、円安で帰国を余儀なくされる留学生まで出ていると話します。1ドルいくら、今日はやばいよとか、まあ、敏感に見ています。もうちょっと払えないというような、もう限界が来てしまって、これだとやっぱり生活楽しめない、もうただお金に気にしちゃって生活がこんな楽しくない、これよくじゃないっていうふうに思っちゃう知り合いとかはもう結局途中帰国、私の知り合いで何人かでもいましたね、もう限界だって言って払えないっていうのでもう1年半で帰っちゃうか、もはや1年もしないで帰っちゃう人とかも聞いたことがあったので、やっぱそこが難しいなってすごい思いましたね。円安が止まらず留学費用は膨らむばかり、予算が足りなくなって帰国してしまうというのです。留学フェアの主催者も円安の影響をこう指摘します。そうですね、そういう期間を短縮したりとか、あの行き先を変えたりとかっていうのは、そのやっぱり円安の影響でしょうね。1年行くつもりがなかなかちょっと1年は予算的にきつくなって8ヶ月場合によっては6ヶ月にするっていうような人たちも増えている。そうすると本当は学位も取れるとか、あの資格が取れるっていうのが残念ながらそこまではできないっていうのもありますね。方面的にあのアメリカ一辺倒だったような分野も、あの他の地域に流れたりとか、それから新しいところでアジアとか、そういったところが、まあ、進学先、留学先っていうふうになってきてる。留学の期間や留学先の選択に円安が影響しているという現実。円安がもたらす厳しさはこちらでも。日本で働く外国人が仕送りなどで利用する送金所です。同じ方ですね、はい、タイに、はい、東京の新大久保にある送金所には、多い時には1日に100人ほどが来店し、給与として受け取った円を自分の国の通貨に変えて家族らに送金しています。そんな彼らを円安が直撃。日本のお金がもうめっちゃ安くなりました。こちらから送った時はちょっと少なくなっちゃって、ちょっと気持ちがちょっと悪くなりました。円が安くなり、自国通貨での送金額が目減りしているといいます。こちらの女性はネパールから働きに来ているのですが、前が私が10万残ったら11万ぐらいがあっちも母国に着くけど、今が10万残ったら8万6千いくらぐらいかな、前より全然違う、結構大変です。バングラデシュから働きに来た男性も円安を嘆いています。日本よりバングラデシュのお金が強い、だからまあレート違うから、でも去年より今年だともっと下がりました。でそれで私たちもちょっと困るみたいですね、心配してます。あのもっとレートが下がるともっと心配。円よりバングラデシュの通貨タカが強くなり、家族に10万タカを送金しようとすると、以前なら日本円で11万円から12万円ほどを用意すれば済みましたが、今は14万円ほどかかるようになったといいます。 Yeah, I'm looking for the rate. フィリピンも怒ってくれる、ちょっと高いとなりますか。フィリピンから来ている女性は円とフィリピンペソの交換レートを確認し、家族への送金を諦めました。安い、ベリーベリー安い、すごい安い、大変です。すごい安いです。フィリピンは家族はいるから助けてあげるとかもあるから、だから日本で働いて、向こうでお金を。家のピースが高いだったらよかったけどね。前はよかったけどね。もう家のピースこれになってるから。残念でした。ね。そして街では、今後働く場所として日本は選ばれなくなるとの声も聞かれました。日本の円がちょっと下がってるからね。あの給料も安いし、給料がそんなに上がらないと、なんか他の国だとちょっといいかなといろいろな考えてますけれども、アメリカかオーストラリアかいろいろな今考えてますから、あの私の友達たちもね、いろいろな今そういうこと考えてます。日本を離れた方とか友達とかいます？います、結構います。大体はなんかヨーロッパとかね、あのアメリカとかそういうところ行ったりとも結構います。はい、今何が起きているのか、篠原さん。はい、24日時点でゴールデンウィークの東京ホノルル間の航空券の価格は往復で10万円程度となっています。航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんは、以前は25万円から30万円ぐらい、円安で旅費が高くなり需要が減って値下げ販売をしている、日本はもはや後進国と話しています。そして今回インタビューした留学希望者は、本当はアメリカに行きたいが円安の影響でカナダ、オーストラリアを検討、値段を抑えられると話しています。そして元留学生は、金銭事情が厳しくもう限界と言って1年もしないで途中で帰国する人もいると話しています。また送金所を訪れた日本で働く外国人です。以前は10万円で11万ネパールルピーを送金できたが、今は10万円で8万6000ネパールルピーぐらいに減っている。円安で給料も安いし、給料が上がらないのでアメリカ、オーストラリアを考えている、すでに日本を出た人も結構いると話しています。
力を示す指数は1ドル360円だった固定相場制の1970年の時を下回っています。はい、この1970年の時の日本の円の購買力を下回っているとも衝撃ですが、これ加谷さん、私衝撃だったんですけど、これホノルル円の往復で今10万円程度、ゴールデンウィークの安いなと思ったんですが、本来は高いんだけどもどうせ高いからいけないということで値下げ販売せざるを得なくなってるから安くなってるんだと、こんなことになっちゃってるなってるらしい。鳥海さんと私直接ねこの前お話ししたんですけど、あの本当にねゴールデンウィークのこのドル箱の時に、あの空席があるっていうんですよ、でね、私もあの、まあ、今年入ってからアジアに出張行ったんですけど、はい、あの日本のエアラインじゃなかったとせいもあるかもしれませんが、日本発の便でもうねもう本当にはっきり分かるぐらい日本人の乗客って減ってます。これやっぱりねもう円が安いんで、あのもうおいそいと海外に行けないんですよね。ちょっと衝撃的な事態ではないでしょうか。なるほど、加谷さん、ただ留学生もですね行かないとこれただでも日本はこう閉じこもってると言われるのに、大いに行ってほしいですがなかなか行きにくい。これこれから少子化で労働者が本当に来てほしい、お願いしても来てほしいぐらいなのに、やっぱり日本じゃもうないなという人たちもいる。これは日本の本当国力にもかかってきますよね。これはあのかなり深刻だと思ってまして、このあのまず日本が選ばれないようになると、今経済界ってまたあの外国人労働者を頼りにしてなんとか人手不足を乗り切ろうとしてるわけですよね。でまず短期的にそのシナリオが崩れてしまうと、で今度は中長期的に留学が減ってくると、まあ、当然日本のねあのスキルの問題というところで、まあ、長い目線で見るとすごくボディーブローに効いてきますから、これ中期長期、まあ、あと海外旅行は短期で、すべての面でかなり厳しい状況だとこれ分かりますよね。そうですね。鷲見さん、まあ、鳥海さんからも、はい、日本は後進国なんだという言葉も出てる、はい、どうですか。あの私はその、日本の国力が低下したから円弱になっているのではなくて、やっぱりこれだけ長いこと円弱政策を続けたことが日本を後進国にしてしまっていると思わなきゃいけないと思います。例えば留学でいうと短期留学とか語学留学とかいろいろありますけど、今日本はなんとか半導体で世界のまた最先端に戻っていきたい、日の丸半導体を作りたい、でもそのためにやはりアメリカの大学に行ってやっぱり最先端の研究をしなければいけないわけですけど、その人たちが例えばカリフォルニア大学は1年間授業料だけで680万円かかります、外国人だと。それは理系の学生が例えばこれから修士課程に入るとかそういう人たち行こうと思っても行けないですよね、よほど何かあの家庭が裕福であるとかないとですね、はいはい、ということは結局そうやって将来の、研究者も育てられなくなっている。それはもっとこの先の国力を今の円弱がこう損なっているということになりますよ、ね、あともう一つ大事なのは、日本のニュースはどうしてもまあドルあるいはユーロに対しての円を出すんですけども、実はほぼ全ての主要国通貨に対して円はもうここ10年以上安くなり続けていて、先ほどバングラデシュの通貨が安いとありましたね、はい、ね、ありましょう、はい、あの私が見る限り円の方が高くなってるのはトルコリラぐらいです、トルコリラに対してはさすがに円の方が強くなってますけど、トルコはまた今あのインフレ率 60% とか経済ある意味ぐちゃぐちゃの国に対して高くなってるだけで、ということはここでカナダやオーストラリアを検討してるとおっしゃってますけども、この人たちにもこれから響いてくるわけですよね。なので本当にその、まあ、日本はその2050年なんか33年までに50万人その海外に留学を出したいという計画を今の岸田政権も立ててますけど、それはもう絵に描いた餅になってしまうわけですよね。それがやはりあの長期的に日本の国力をもっと削いでいくことになると思いますね。軽部さんもあの VTR の中の声でももう限界だという声がありました。今1ドル155円台もっといく、例えば60円台までいく可能性ありますか、どうですかね。あのおそらく、まあ、それを防ぐために財務省はひょっとしたら動くかもしれないけれども、数勢として、今もう市場介入をやっても規模はマーケットの規模に比べたら随分小さいんですね。ですから、まあ、ほとんど効果ないだろうということになると、数勢が変わらなければ以上160円を目指してもおかしくはないですよね。そう思います。ただ日本はですね、そのアベノミクスの後始末のこともあって金利をそんなに簡単に上げられない状況で、各国頼みで各国が下げてくれたら今上げてる欧米がまあなんとかしのげるけども、これがもしまたインフレがなんか中東で起きたりして、インフレがガッと上がってもう上げざるを得ないんだったら金利差がさらに開いたりすると、もう結局自分の力ではどうにもできない世界になっちゃうということですよね。そういうことですよね。ただあの今話を聞いてて思うのは、やはりあのこういうその円安というのをどうすればいいのかというのはマクロ経済政策の一環を担うんでしょうけれども、やっぱりそういう狭い意味でのマクロ政策だけじゃなくて、例えば留学とかそういうその各国から来てくれるか来れないかみたいな広い意味でのマクロにも随分大きな影響を与えてるんだなというのを改めて実感します。例えば移民っていうのはもうこれは自民党の保守派を中心して大反対の声があるんですね、はい、でそれに対して、まあ、労働力として入れてもいいんじゃないかという声がある。で そういうふうな議論の前提としてそもそも来てくれるのかみたいな話になってしまうと、議論そのものがもう成り立たなくなってくるかもしれませんね、それから早川さんも日本があのデジタル化含めて遅れてるものをようやく取り戻そうとすると、もうこれなかなかこのスピードが増えるとおっしゃった、この日本の逆にあの移民政策というか移民と上の人たちを呼びたくないみたいですけど、ようやく日本が今開こうと思ったらこんな事態に早川さんになってしまう、ね、さっきの話ちょっと似てる感じもしますけど、どうですかこの状況。いや、まさにそういうことだと。いや、実はもうあっちこっちでいろんな同じようなことがいっぱい起こって、例えば今留学の話ありましたけど、あの大学の先生たちに聞くとですね、やっぱりあの研究費なんですよ。で研究費だって例えばあの雑誌類ってほとんど、あの海外の雑誌だし、からあの実験材料とか、あのそういうのもあのでね、やっぱりどんどんあの、円安でコストが上がってるんだけど、あの文科省はそれに対して予算を増やしてくれることは全くないので、あのみんな実は結構苦しいっていう話をよく聞きます、ね、なるほど。他には加谷さん何か影響出てる分野ってあるんでしょうかね。いや、これおそらくあのじわじわとね、あのここまでやっぱりあのこう購買力が減ってくるということになると、あのまあ、今こういう形で目に見えるところがね、あのいいかもしれないんですが、やっぱりあの日本国民の生活の質全般にね、もうそろそろ関わってくるレベルで、まあ、例えばの貧困の問題だったりとか、あの、まあ、食生活の問題だったりとか健康とかですね、この社会保障にも実はそろそろ影響を及ぼし始めるフェーズに入ってるかなと、ここまで購買力が減ってくるとですね、まあ、なのでちょっと考え方をそろそろ本当に根本的に変えないといけないタイミングなんじゃないかと気がします。その社会保障にっていうのはごめんなさい、具体的にどういう活動ですか。これやっぱりね、あの例えばですよ、あのもう小麦粉も高いし肉も高いってことになると、はい、であのやっぱりお米と魚も結構国内のものって高いわけですよね、はいはい、となると食べ物ってなくなっちゃうんですよ実
は。ですのでこの若い方がこれから本当にね、あの健康的な食生活を送れるのかっていうのも、あの 本気で考えていかないとですね、あの食べるものがなくなってしまう、まあ、あのフードデザートなんて言いますけどね、あの食の砂漠なんて言いますけれども、あの食べるものがなくなってしまうっていう事態も、あの物はあるんでしょうけども、あの健康的なあの食生活を送れるためのインフラがまあ欠けてくるっていうね、あのそういう事態も考えられる状況ではないでしょうかね。確かに堤さん、先ほどのインバウンドの映像もありましたが、かつてのやっぱりその後進国って言葉じゃないですけど、日本人が安いねと言って東南アジアに行ったりした姿、はい、これが逆にみんな日本安いね、はい、こんな安いんだと、はい、逆になっちゃってる感じがしますよね。まあ、そうですね。でそれはだからかつて日本が豊かで、まあ、その当時加谷さんがおっしゃるような食の心配を日本人はする必要なかったし、うん、日本の若者もなかなかする必要なかったんですけど、はい、これから先これだけまあ輸入物価が上がって、まあ、円が安ければ弱ければ輸入物価が上がっていくわけで、うん、そうするとまあカロリー